はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の宮本です。私レック池袋本校で、担任をしております。担当する科目としては、経済言論、ミクロ経済学とかマクロ経済学といった、経済系の科目、これを中心に、担当していますので、担任相談などを使っていただくときにはですね、経済系の科目に関わる質問はもちろんのことね、いろいろこう公務員試験というのは皆さん勉強していくと、悩みとかね、どうしたらいいんだろうっていろんなこう分かんないこと、不安なことがいっぱい出てくるかと思うんですけれども、相談してみてください。私がもちろん答えられることはバッチリお答えしますが、最悪もちろん私が答えられないことはレックのいろんな素敵な担任の先生いますから、こういう担任の先生がいいんじゃないかなとかね、あっちの担任の先生がいいかななんていうおすすめもできますんで、ぜひ何か不安なことありましたら、いろいろ別に経済系に関わらず相談してみてください。過去にね、いろんなこう受講生の方々が最初はこう全然できないなと思いながら勉強スタートして、でもじわじわととにかく粘り強く地道に努力を続けていって、まあその結果皆さんね、合格へと向かっていって、最初から自信満々で絶対受かるぞなんて思ってる人は誰もいないんですよね。最初はみんな不安でどうしたらいいかなっていうところからじわじわとねこう力をつけていったわけですから、皆さんもぜひ、じわじわと粘り強く力をつけて頑張っていって、ぜひ合格内定をね、獲得できるように頑張ってください。我々が、全力でフォローしたいと思います。はい、ぜひレックをねうまく活用して栄冠勝ち取っていってください。